皆さんこんにちは、日本一走るアナウンサーの長谷川智香です。今日もナイスラン、スポーツ MC の岡田です。今週も始まりました、ウィークリーランタリップ。今週もスタートお届けしていきます。夏本番でございます。はい、はい、夏本番でめちゃくちゃ暑くて夏休みの方とかいっぱいいると思うんですけど、はい、あ、これだから放送してるタイミングお盆休みですって。あ、そうですよね。夏休みどっか行くっていう話してましたっけ。隅田川の花火大会に行ってきて。行ってた。夏をね感じたわけですよ、そこで。なんか久しぶりにあの大きな花火大会に行って。確かにこれが日本の夏だと。そうだよね、花火を見て。そう、美味しいお酒飲んで汗かきながら。いや、いいね。なんかやっぱ電車も本当になんか可愛い浴衣を着たね。そうなんですよ、皆さんがカランコロンカランコロンってしながら ねで浴衣着るとき髪の毛アップにするじゃないですか。どこ見てるんですか。いいですよね。本当に去年とまた違った夏の風景が各地で見られて、ね、そうですね。私もこの週末というか、はい、8月18日に山形県に花火に行きますので。あ、赤川ですよね。楽しみ、っていうね。いやしますけど、でも、はい、今日聞いたら暦の上ではあの立秋でも秋。そうですね。そう、暦の上ではね秋ですけど、まだまだね暑いですから、はい、もう日中もカンカン照りで。そうです、日焼け対策見習ってください皆さん。本当ね、ちょっと焼けないようになんとかね。焼けてないですよ。頑張ってますよ日々。そうですね、隠す、はい、塗る。隠す塗る。ウィークリーラントリップとは。ランニングに役立つ情報やニュースを楽しくお届けしていきます。はい、 MC 一押しのアイテムとか、うん、Tips、 イベント情報なんかもお届けをしていきたいと思います、うん、今週のトピックこちらです。ほい、ドドーン。はい、うん、いろんな要素が今週はございますけれども、はい、1個目じゃあラントリップストアのお知らせ。はい、新商品がね発売となりました。いいやった。はい、スピードウォータープルーフバッグということで、ね、早速見ていただきますが、こちらこれダダーン、かわいい。はい、かわいいですね。これウォータープルーフポーチで、うん、2023の限定カラーなんですよ。あ、そうなの、ね、すごく見た目もねかっこいいですよね。スピードのロゴがモチーフになってるというか、いろんなところに散りばめられてる感じですね、はい、世界水泳でもねおなじみのだと思うんですけど、これウォータープルーフなんでね、うん、撥水加工の素材で、うん、止水ファスナーをね採用してまして、ここそうそう水が漏れてこないというか、見えますかね。確かに、じゃあ汚れて、はい、汗かいたやつとか、うん、水で洗ったやつをこの中に入れといても大丈夫、ね、そうなんです、ね、これ今あの T シャツ、こういう T シャツをですね3枚重ねて入れてるんですけど、そう3枚入れてもまだちょっとね余力が。3枚そう3枚入ってるんですよこの中に。 T シャツ、ランパン、靴下、はい、キャップとかもまとめて多分入るねこれ。え、これに入るんだ。そうなんですよ、中もね。おお、本当ですね。結構容量がね入ってますよ。入るんですよ、これ。これがちょうどお見せしてるのが3リットルのサイズでして、うん、これが S サイズ、1860円。はい、あとですね、5リットルのものもありまして、こちら M サイズ、3300円で、はい、2サイズね、展開しております。どっちもいいな。やっぱランニングでも十分だけど、ね、私よくあのスーパーの袋持ってって、はいはい、それに入れちゃうんで、ちょっと見た目がね、あれな。いやあれスーパーの袋とか使うんですね。あれよく旅先に持ってて、なんか、ね、かる、汚れたものとか濡れたものとか入れて、いやあれもすごく機能性はいいんですけど、いいよ、ね、見た目がね、確かになんかガサ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 、そうなんですよ、ちょっとおしゃれにね。そのどこのスーパーですか。いや、いいんですけど、これ聞いたとき私絶対これ欲しいと思って。いや、そうね、これ出てきたら、はい、あの気使ってんなってなるよね。おしゃれじゃないですか。いや、いいと思います、はい、しかもこれ薄くてね、かなり軽いので、そうそう、軽量モデルなので本当にこれ自体は重さが全然ないですからね、はい、これこういうの僕もね3つ4つ持ってるんですけど、多分ねこれ結構使いやすいと思います、形が。そうね、やっぱリュックにスポット入りますし、うん、かなりコンパクトにね、そうですね、収まってるので、ね、洗濯すればジャブジャブね、何回も使えますしね、ジャブジャブで、はい、どっちのカラーがいいかちょっとせーので指しましょう。はい、せーの。おお揃った。でも男性にはこっちが人気ですわ、はい、あ、そうですね、うん、男性多分男女なんか分かれそうな感じもしますね。ぜひ新カラー見てみてください、はい、もう発売しておりますので、皆さんね数量限定なので。そうなんです、早くお早めにポチッとね、お願いします、はい、してください、はい、続いてはイベントのお知らせでございます。ラントリップビア横浜開催というお知らせです。いい季節、ね、そうなんですよ。これどんなイベントかというと、ゴール地点で集合する、でそれぞれのルートで走ってきていただくというのがラントリップビアというイベントでございまして、今回はね8月の18日金曜日、夜の19時から開催をします。ゴール地点が、ザ・ワーフハウス山下公園という、山下公園の
もう入り口にある素敵な、ね、レストランなんですよ。最高のロケーションですね、山下公園って。しかも、はい、店内も素敵なんですけど、はい、オープンテラスがあって、あ、そこで海のもう目の前でビールが飲める、最高。しかも走った後だからね、なおさら。そうなんですよ、なおさらね。そうなんです。もうラントリップのアプリで計測していただいて、うん、まあ、ゴールに来て、うん、まあ、そこで交流会皆さんでしながら、トークショーしながら、どっからしてきたんですかみたいな、そういう話とかをするというね、そんなイベントでございます。でゴールすると、はい、クラフトビールグッドゴールもらえます。最高。あとおつまみ数品もねついてくるという特典付き、うん、だからエントリー費、これ参加費用が2500円なんですけれども、はい、まあ、これにビールとおつまみ代、イベント代全部まるまる込みでございます。花金ですからね。あ、そうですね。しかもこれ19時からイベント開催するんですけど、はい、18時15分にこのワーフハウスに来ていただければ、はい、オンのチームとグループランもできますので、あ、じゃあみんなで走れるんですね。そう、はい、現在イベント受付中、8月の18日、うん、まあ、つまり当日まで受付することはできますね。それありがたいですね、お仕事をされてる方とかね。そうです、いける、うん、行けるってなったら、ね、エントリーお願いします、はい、僕現地でお待ちしてますんで、うん、はい、よろしくお願いします。続きまして、はい、プーマからお知らせでございます、うん、プーマランニングハウス1ヶ月限定オープンというお知らせ、うん、8月の31日まで、はい、うん、プーマランニングハウスというのが、ね、オープンしてるんですけど、まあこれね、ちょっと僕潜入してきたんですよ、ラントリップチームで大森さんと、はい、みやこちゃんと藤原さんと、はいはい、編集部の陽子さんとね、うん、一緒に行ってきたんですけど、これ何かというと、新潟の妙高にある大きなログハウスみたいな、ペンションみたいなやつをプーマ仕様にしておりまして、はい、まあ、箱根を目指す選手とかコーチが使うことができる、うん、まあなんかね、誰でもこうリカバリーをすることができるという素敵な施設になっておりまして、まあ、ここに潜入してきたんですね、はい、まあ、こんな感じの雰囲気なんですけど、うん、中がすごくて、はい、高酸素ルームとか、うん、テントサウナで、もちろんプールの水風呂もあって、うん、はい、であと水素バーっていって、水素を鼻から注入できるバーがあるんですよ。で水素ってすごい疲労回復にいいらしくて、活性酸素、はいはいはい、状況にめちゃくちゃいいんですって。でっていう、ケアをめちゃくちゃできるものがね、うん、もう施設の中にオープンしているということなので、はい、プーマがそういう選手たちを本気でサポートしていくっていうのを合宿地に作ったっていう、面白いですよね。覗きたい、ね、ああやってるケアって、しかもになるこのタイミングで僕らはですね、はい、まあ、あのプーマさんからいろんなこうメディアセッションがあって、うん、新しいシューズの紹介とか、そのニトロフォームって言われるね、ランニングシューズのフォームがどう作られてるのかっていうのを、こういう風になっていくよっていうアップデートの情報をね、本気のプレゼンテーションを聞いてきたんですけど、ね、ボストンから開発者が来てました。女性のローラさんというね、美女がプレゼンテーションしてました。新潟に来てくれました。Oh, first time Japan って言ってました。あ、そうなんだ。ファーストタイムで新潟長野に来てました。はい、まあ、本当ね、あのプーマジャパンの萩尾社長のプレゼンテーションとかも、もっとランニング業界盛り上げていきたいというか、うん、プーマも続けていきますよっていうような話があったので、うん、引き続きね、この製品とかプーマの取り組み要チェックでございます。いいな、ね、はい、ケアしていきましょう僕らも、はい、さあ、そして続いては、うん、はい、北海道マラソンが近づいてきていますが、いよ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 前日にカーブパーティーを開催します。お腹が減りました。はい、前日にね、みんなで盛り上がっていきましょう、うん、カーブパーティーだから走る方がエネルギーをね、はい、蓄えながら、そうですよ、食べる、はい、僕らも行くんですね、うん、これね、そうなんですよ、ゲストは、岡田さん、はい、私、あとシンガーソングランナーのスイさんとウルトラランナーのみやこちゃん、そして大森さんね、おなじみの、はい、はい、皆さんでね、いらっしゃいます、はい、お待ちしておりますので、そう、やっぱみんなで交流することがね、やっぱメインですからね、はい、前日、いいっすね、その土曜日の午後4時半から6時までの間、うん、やっぱね、カーボパーティーならではのメニューが揃ってるんですよ、パスタでしょ、ポテトフライ、他ならではザンキ、おお、来た、あとミートドリア、あ、ね、もう決まってるんですか。などなどね、あ、などそれまだ一例ですから、などなどきっといっぱいあるんだろうな、そう、皆さんもね、いっぱい食べながらね、交流したいですね、うん、ね、そうですね、まあ、はい、多分トークショー的な感じでこうイベントっぽい、うん、我々がこうわーって喋るような話とか、そうですね、北海道マラソンの攻略法とかそういうの発信してくれたりとか、そうですね、私も過去2回走っているのでね、はい、明日はどうやって走るみたいな話をしながら、そうですね、イベント楽しみたいと思います、はい、あと公式グッズもプレゼントさせていただけるので、ちょっと待って、何それ、そう、公式グッズ、そう、楽しみ、
これで参加費は2500円ということなので。なんか2500円好きですね、最近。イベント参加費2500円。なんかお手軽感ありますよね。お手軽感ありますよ。だってこう食べ物ついてるでしょ、はい、そうなんです。会いに来てほしい。ねえ、皆さんで交流しましょう。はい。よろしくお願いします。8月20日の正午まで受付となっておりますので。おぉ !1週間ぐらいありますね。そうですね。ぜひぜひ、皆さんのご参加、お待ちしております。そして、最後は、ラントリップ、はい、マイレージプログラムの特典発表、うん、ウィークリーチャンスをお届けしていきたいと思います。今週8月の14日から20日に計測をして21日以降で抽選をするというね、はい、タイミングの目玉の商品がこちらです、はい、またシューズだよ、カルフのイコニ 2.0。 いや、多かこちらを3名様に、うん、いいんですかね。ねえ、羨ましい。当てたい。当たる可能性ありますよ。そうですよね、うん、いよいよ当てたい。いよいよね。当てたい。満を持して当てたい。満を持して当てたいですよ。これやっぱりカルフのシューズってともかさん履いたことありますか？ないので、うん、気になってたんです。結構デザインもシンプルだし可愛くて、うん、履き心地もね結構安定感あって走りやすいんですよ。そうそう、あの先日それこそグッドゴールランクラブっていう、はい、まあ、ビール飲んでみんなで走ろうっていうね、あの横浜でイベントやってて、うん、大森さんと一緒に、でその時もカルフ履いてる方いらっしゃって、あ、そうなんですね。う、どうして選んだんですかって言ったら、はい、藤原商会で藤原さんに選んでもらいましたって言ってましたけどね。えーっつって、いやだからもう藤原さんもおすすめする、そういうシューズございますから、いい子に、気になるね、気になる方いると思います、はい、これちょっと先週まなこちゃんがやってたんで、僕もウィークリーチャンス、僕アプリ今ここで、うん、ブーってやってみようかな。おで皆さんもうやってる方が多いと思うんですけど、はい、どうなのか、あ、もうやりました。はい、じゃあ行きたいと思います。やりました。今週 B 抽選する、抽選スタート、うん、ててあ、残念、外れです。もう一個ありますんで。こんな日もありますが、そうですよね、他にもいろんなプレゼントあるんですよね、はい、そうですね、カフェチケットとか、はい、ラントリップストアの割引券とかいろいろありますんで、うん、ぜひ使ってください。よろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、この動画面白いと思った方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。コメントどんなのお待ちしてますか？はい、この夏食べたいもの、お、いいですね。食べたいもの、夏ですからね。何食べたいか皆さん、まあ、あるいは食べたものとかね。ああ、確かに。おすすめしてください。よろしくお願いします、はい、僕はまだスイカを1個しか食べてないんで、スイカをもうちょっと食べて。確かに私も1切れしか食べてない。1切れ食べてそう、そういう感じでね、コメントお待ちしてますので、はい、お待ちしております、はい、よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、はい。